太陽国観光警察署太陽国観光警察は太陽国国家警察中央捜査本部の一部局1976年に設置英語の翻訳からツーリストポリスとも呼ばれる観光警察は太陽国国家警察中央捜査本部の一部局であり観光スポーツ省の監督下にある警察組織である観光産業に影響を与える 可能性のある国内、国際犯罪の予防、取り締まり、捜査を行うことで、観光客の人命と財産を安全を保障し、関係書機関と協力し行務を遂行することを目的とする。ここ30年間、タイの観光産業は、急速に成長を遂げている。毎年増加してゆく、観光収入は、王国の歳入増加に大きく寄与している。しかし一方で、 観光客を狙った犯罪や詐欺事件もまた増加している。そのため政府では地元警察と協力し観光客を保護する責任を持った機関の創設を決定した。1976年民間部門観光庁及び観光振興局が国家警察局に観光客の支援と保護に協力を要請した。この要請に応え国家警察局は 観光客の保護のために、センターの設置し、犯罪取締局配下の60名の警官を、探願書、要請書の受理、万国首都圏の繁華街の治安維持、パトロールのために派遣した。民間セクターもまた新しいセンターに、乗用車、通信装置を寄付した。時同じくして、警察局は、観光警察の創設を申請した。 1976年11月24日に閣議決定されたが政府は創設の資金を提供することはできなかった。1990年政府は太陽国観光連を宣言し警察局と内務省に観光客の安全を確保することを命じた。そこで警察局と観光庁は協力して観光客支援センターを創設し、 観光客に対する犯罪や詐欺に関する相談の受付を始めた。その後、観光地のあるチェンマイ、パッタヤー、プーケット、ハットヤイなどその他の地域にサービスを拡大していった。1992年、政府は任務の重要性を鑑み、観光警察を犯罪取締局大発火として改装した。しかし、急速な観光産業の増大に伴い、観光客、 観光地が全国に増え、カレベルでは対応できない状況に直面することになった。そのため、観光警察は、中央捜査本部レ下カーの部局レベルの組織に昇格した。サムットプラーカーン県バーンプリーグンタムボンノンプルー、スワンナプーン通り41999番国、フワイクワーンクバーンガピチクペチャブリータットマイ通り2170。 バンコクタワービル1階2170、1312009年9月4日に設立された、You are first friend 1155の24時間、対応電話サービス。対応国を訪問している、観光客の問題、相談に多言語対応で手助けをする。内線例で職員呼び出し。さらに、2010年11月5日、コンビニエンスストアのセブンイレブンと連携し、盗難。 障害などの犯罪被害にあった海外観光客に対して同社コンビニエンスストアを通じて24時間警察への電話通報を支援をするシステムの運用を開始。2010年11月現在でパッタやチョンブリーで使用中であるが今後全国の重要観光地に拡大する計画であるというありがとうございます。